山本太郎さん。 はいありがとうございます生活の党と山本太郎と仲間たち共同代表山本太郎ですえ2016年初めての質疑え新委員長上本委員長をはじめ皆様どうぞよろしくお願いいたしますえ一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案と特別職の職員の給与に関する法律の一部の改正する法律案について質問いたしますえ私たち生活の党と山本太郎と仲間たちは内閣総理大臣や国務大臣 まあ本日も来ていただいてますけれども、人事院総裁、内閣法制局長官など、いわゆる特別職の給与、月給と特別給、ボーナスですよね、これらを引き上げる法案には反対です。お手元の資料1から5というものをすべてフリップにしたんですけれども、まず最初の1枚目です。現在、総理の年収は3961万5000円。 本法案が通れば総理のお給料は17万1千円引き上がり、3978万6千円になります。17万1千円の引き上げ、我が国の労働者の4割を超える非正規労働者が、1か月フルタイムで働いたとしても、17万1千円にはなかなか届かない、なかなか稼げる額ではございません。現在、国務大臣の年収は2831万1千円。 本法案が通れば、国務大臣のお給料は25万7000円引き上がり、2856万8000円、25万7000円といえば、安倍総理はパートで働けば、25万円などすぐにでも稼げる金額だと思われているようですけれども、我が国の労働者の4割を超える非正規労働者が、1ヶ月フルタイムで働き、賃金が1円も出ない残業をやり、長時間にわたる過重労働で、体やメンタルが、 壊れるまで働いてもななかなか稼げる金額ではありません働いても働いても生活,に、えー、生活楽にならないんだよと続いてのパネルをお示ししましたけれども働く貧困層と呼ばれておりますワーキングプア安倍政権になってから49万2千人増加したそうですそのうち女性のワーキングプアは41万8千人増加したそうですえこんな状況で引き上げるんだ こんな状況を作り出しておきながら引き上げるこれはまずいですよ空気読んだ方がいいんじゃないですかって話に自民党内ではならないのかなって思うんですよね生活が苦しいと感じる人々は62.4%国民生活基礎調査を見ても安倍政権の政策によりこの国に生きる人々の首確実にしまっていくばかりですそのうち安倍のミックス全国頭痛裏裏に浸透しますよなどすでに 妄想ののであることを多くの市民は苦ししいい生活から実感しています広がる格差と貧困の問題、ここを直視しなければならないのに、2016年の年頭に内閣総理大臣はじめ、特別職の国家公務員の給与を引き上げるなど、言語道断だと、そして一般職の国家公務員の給与法案については、生活の党と山本太郎と仲間たちの党、会派としては賛成ですが、私、山本太郎は反対いたします。 もちろんすべてに反対ではございません。一般職、国家公務員のうち、一般の職員の月給とボーナスを引き上げることと、フレックス,性ックスタイム制の拡充には賛成です。やるべきだと思います。しかし、指定職、本省の部長、審議官級以上の幹部公務員の月給とボーナスを引き上げることには反対です。 続いいてのののパネルをおお示しいたしたますす、えー、手元の資料と同じものです本省の局長の現在の年収は1712万7000円ですけれども本法案が通れば16万4000円の引き上げ事務次官の現在の年収は2249万1000円ですが本法案が通れば21万円の引き上げ指定職の皆さんこれ十分な給料もらってるんじゃないのかなと思うんですけれども今回の引き上げ分 緊急性の高い保管の予算に回さなくちゃいけないということにご理解いただきたいんですよね、本当は。えー、我が国は子どもの6人に1人が貧困、まあ、これ、例えるとするとよく言われますけれども、40人学級で6.5人が貧困という状態、1人暮らしの女性の3人に1人が貧困、シングルマ,ゾンシングルマザーの54.6%が貧困、高齢者の5人に1人が貧困。ここれらの対策手当こそが 持続可能な国づくりを行う上で、一丁目一番地じゃないでしょうか。けれども、子どもの貧困対策、これ一つ取ってみても、国の責任である政策立案と効果的な税金の投入、大してないですよね。世間から寄付を募るために基金を作る、民間の善意に頼ろうとする政府の方針、政治姿勢には本当にめまいすら覚えるという状態です。政権が 金儲けにつながらない資質に対しては、ては積極でないことは存じ上げております。65歳以上の低所得者への3万円のばらまきと同時に、せめて軽く、自分の身を切る覚悟くらいはポーズとして見せておくことは、選挙前の最低限のマナーではないでしょうかと言いたい。今回の特別職給与アップ分、総額で約1.1億円。 指定職の給与アップ分、総額で約1.45億円、現在はもう元に,戻ってしま、えー、元に戻っていますけれども、平成24年12月スタートした国会議員の給料とボーナスカット、これ、もう1回やれば年間約30億円ぐらいになると。 政治にはお金かかりますよねこういう話すると、おい、お前、俺たちの給料のこと言うなよっていうあの気持ちになるの分かるんですよ、政治にはお金がかかるから、まあ、収入が減るの、僕も嫌です、痛い、正直。けど、そんなこと言ってる状況じゃないんだって、これらをまず緊急の子どもの貧困対策、例えば子どもたちの食事や勉強の補助を手伝う、子どもたちの居場所作りをしている、民間支援団体への補助、これ、行えるんじゃないですか。 国の足らないところ、行政の足らないところ、民間が自分たちの身を切ってやってるんです、ここに投入するチャンスじゃないですか、この額でも子どもの貧困対策としては少ないぐらいだと思うんですけれども、政治の意思っていうのは伝わると思うんですよね、そこは分かってると、待っててくれと、今できることをやるという政治の意思は伝わると思うんですよね。貧困問題への政治責任を果た,なす果たさなければ、持続可能な未来ってやってくるんですかね。 その先には破綻しかないんじゃないかなと思うんですけれども、私は我が党の共同代表であるとともに、党の政策審議会会長も務めております。私の反対理由を明確ににするためにも 本日の参議院内閣委員会において修正案を提出することを政策審議会で決定しました生活の党と山本太郎と仲間たちは討議拘束をかけないことを基本方針としておりますのでこのような決定をいたしましたいつまでしゃべれるの最後まで自分だけしゃべって終わるんじゃないかって心配になられた方いらっしゃると思うんですけれどもこの後、河野大臣に質問させていただきます私はです、ね、昨年の6月8日、行政監視委員会で、 国と地方そして特殊法人認可法人などのいわゆる慣性ワーキングプア非常勤職員臨時職員の問題について質問いたしました、えー、パネルまためくらしていただきます、えー、河野大臣一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策というものがありますよねその中で民間に期待される取り組みとしまして若者 女性の非正規雇用労働者の正社員転換や、非正規雇用労働者も含めた持続的な賃上げなどによる待遇改善が、待遇改善というのが、緊急に実施すべき対策となっております。平成27年7月1日現在で14万、14万121人とされる国の非常勤職員の常勤職員への転換や、 持続的な賃上げ等による待遇改善については、どのように取り組まれるのかということをお話ししていただいてよろしいでしょうか川野大臣今、14万人の非常勤の国家公務員というお話がありましたが、その14万人の中にはです、ね、委員、顧問、参与が約2万人。 それれからやはりり無報酬でおお願いいをしててる保護士が5万人含まれております、えー、さらにそれ以外の7万人の中にはその統計調査員のような期間を区切った方々もいらっしゃいますのでおそらく非常勤の国家公務員として常時働いてくださっているのは3万人ぐらいではないかと思っております。 非常勤職員の処遇についてはかつては日々雇用制度と言っておりましたがこれを平成22年10月から基幹業務職員制度を導入をいたしましたまた一定の要件を満たす者に育児休業をしてもいいということをこれは平成23年からまた平成27年の4月からは 夏季における年次休暇の取得要件の緩和など処遇の改善を行ってまいりましたまた給与をはじめとする処遇につきましては各府省において人事院通知を踏まえ 常勤職員との健康を考慮して給与を支給することとしております給与内容に応じて適切に処遇されるように考えてまいりたいと思っておりますしまたその実態の把握に努めてまいりたいと思っております非常勤職員の常勤化というのはそもそも非常勤の間職は業務の状況に応じて臨時に設けられるものであり 国の行政組織において、所掌事務を遂行するために向上的に置かれている常勤職員の官職とは異なるというふうに思っております。また、非常勤職員を常勤職員の官職に任用するためには、競争試験など国家公務員法に基づいた対応が必要だと思っておりますので、非常勤職員を直ちに常勤化するのは難しいと思います。 この大臣、先ほどはお名前間違えて失礼いたしました。訂正いたします。<上>山本太郎さん、ありがとうございます、まああの。実態調査というものを行っていきたいというお話をされているんですけれども、まだその実態調査という最新のものが出てないんです。けれども、三万人ぐらいではないだろうかというお話をいただいたと思います。えー、先に進めたいと思います。えー、平成二十年八月二十六日付、人事院、えー、事務総長、えー、このようなものを出された。 一般職の職員の給与に関する法律、第22条第2項の非常勤職員に対する給与についての指針。1、基本となる給与を当該非常勤職員の職務と類似する職務に従事する、常勤職員の属する職務の給の処合法の法給月額を基礎とし、職務の内容、在勤する地域、および職務経験等の要素を考慮して決定し、支給すること。2 通勤手当3相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては、えー、期末手当に相当する給与を勤務期間等を考慮の上支給するよう努めること4拡張の庁は、えー、非常勤職員の給与に、えー、関し全3項の規定の趣旨に沿った規定を、えー、整備することとか書かれてるこれいいじゃないですか、ね、いいこと言われてますよね。えー、この趣旨に沿って きっちりと実行されているか、これ、実行されていれば素晴らしいと思うんですけれどもね、この実行されているかということを人事院は確認できていますかと、そして今回の給与法改正の結果も反映されるんでしょうか、教えてくださいどちら、古谷局長。 あの20年に通知を発出した後適宜、フォローアップ調査を行ってきております、で昨年、直近では昨年、調査をしたところでございます。ただ、これはあの一部抽出調査ということになっておりますので、まあ、全体の状況ということには必ずしもならないんですが、あの調査の結果だけで申し上げますと、おおむね実現されているというところでございます。 それから、ベアへの常勤職員の部屋との連携といいますか、連動といいますか、の取り扱いという最後のご質問でございますが、ここに関しましては、その予算の範囲内でできる、できないというものもございますし、それからその職務の内容、任用期間ということもございまして、必ずしも直ちということにはならないのかもしれません。で昨年のの3月の調査結果で言いますとその 当該年度中、もしくは翌年の4月1日からの改正というところがほとんどだったというところでございます山本太郎さん、まああの。全体的にはやれてないということですね、スポットでやったと、スポットでやったらおおむねできていたというだけの話ですよね、まあ、そういう見方をしたら、スポットで見たんだという話ですよね。じゃあ次のの質問いいきたいと思います、えー、非常常勤勤職員勤職員員 まあこれひあの先ほど大臣の方から、それには能力,能力のテストがあるんだ、競争があるんだということはお聞きしましたけれども、もう一度お聞きしたいと思います。非常勤職員の常勤職員化や持続的な賃上げ等による待遇改善にどう取り組んでいきますか、これから、人事院総裁いかかがでしょう一宮、人事院総裁。 非常勤職員は、臨時的または短時間の業務に対処する必要がある場合に、その担当する特定の業務を処理するために必要とされる能力を、面接、経歴評定、その他の適宜の方法により判定した上で採用されるものです。 一方、公務において長期的な任用が前提とされる常勤職員は、特定の業務にのみ従事するものではないため、非常勤職員を常勤職員として採用する場合には、採用試験などにより、常勤の国家公務員としての能力の実証を改めて行う必要があると考えます山本太郎さん。あの すいません1億総活躍担当大臣、副大臣、ごめん、失礼しました、副大臣にお伺いしたいと思います。1億総活躍社会の実現の対象課題の中の非正規雇用労働者には、国と地方の非常勤職員や、特殊法人や認可法人などの非正規職員など、すなわち、完成ワーキングポアの問題、 含まれないっていう説明を以前受けたんですけれどもその通りなんでしょうかその通りであるその通りでないできれば二択で事実関係を確認させていただけますか高取副大臣山本委員にお答えをいたします一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策における非正規雇用労働者の正社員転換待遇改善についてですね、国と地方の公務員については排除しておりませんが すでに具体化を図った施策は民間向けであり、主に民間での取り組みを想定をいたしております山本太郎さん。排除されていない、排除されていないんですか、排除されていないけど書かれていない、まあ、あの頭の中にはあるから心配しないでくれというお話なんですかね、まあ、もちろんそうですよね、一億そうなんちゃらっつったら、全員のことですもんね。 ね、その中で公務員、ねじゃえー、非正規という部分、しかもその国に関わる地方に関わる非正規という部分が含まれてないというのはおかしいと思うんですけどおそらく省庁の方、えー、その担当の方々がそ、あのー、その皆さんの、えー、頭の中にある、要は排除してないよということに関してまで、えーっと、おそらくまだ浸透してないのかなということだとは思うんですけれども、えー、続きまして、えー、昨年の11月分、総務省の労働力調査、これもパネルにしてあります。 役員を除く雇用者数5310万人のうち正規、えー、正規の職員は3300万人、非正規は2010万人、3年前、政権発足当時、平成25年1月と比べて安倍政権になってから正規が36万人減った、非正規が187万人増えたことが、ここから見て取れると思うんですね。 1> 1億総活躍社会の実現では、GDP 名目600兆円、希望出生率1.8、介護離職ゼロと数値目標が示されています、民間の若者、女性の非正規雇用労働者の正社員への転換、えー、非正規雇用労働者の持続的な賃上げ等による待遇改善に数値目標ってあるんですかね、えー、緊急に実施すべき対策として、何をどのように取り組むのか、教えていただけますか、お願いします。 高取副大臣お答えをいたします、えー、非正規雇用労働者の正社員転換や、賃上げ等による待遇改善を図っていくことは、一億総活躍社会の実現に向けて重要であり。 えー、数値目標は掲げてございませんが、あ政府として緊急対策に基づき、施策に取り組んでいるところでございます。まあ、具体的には、ですね賃上げについては、あ昨年の春闘では、えー、政労使合意の成果もございまして、えー、17年ぶりの高い数字となってございますし、えー、今年しの春闘に向けては、経済界から、昨年11月の未来投資に向けた官民対話におきまして、えー、名目3%成長への道筋も視野に、えー、収益が拡大した企業に対し、平成27年を上回る 賃上げをを期待し前向きな検討を呼びかけるとの方針が示されたところでございますこのような積極的な方針によりまして、過去最高の企業収益を踏まえ、3 0名の賃上げがしっかり実現するように期待をいたしているところでございます。また一方で、最低賃金につきましては、年3%、年率3%程度を目途といたしまして、メモ・ GDP の成長率にも配慮しつつ引き上げてまいります。これによりまして、全国加重平均が1000円となることを目指してまいります。このような最低賃金の引き 引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等のために、支援や取引条件の緩和を図ってまいりますで。非正規雇用労働者の正社員転換につきましては、事業主が有機契約労働者を正社員に転換した際の助成金を増額するなど、キャリアアアップ助成金を拡充することといたしております。まあ、以上を通じまして、今後とも非正規雇用労働者の正社,員正社員転換や賃上げ等による待遇改善に取り組んでまいりいいま、 と考えております山本太郎さん恐らくあれですよね、児童扶養手当これをえと、なんていうんですか、増額したりとか、それとかキャリアアップ、キャリアアップ助成金などを。 っていうのもおそらく1億総活躍っていう部分も多分考えられていると思うんですけど中身見てみたらねこの児童扶養手当上げるっつったってその前の3年2013年年,年でで億減らされてるんですよねそこに16年予算つけて28億円あの入れましたっつったっていまいちピンとこないというか前に減らされてるしなと思うしキャリアアップに関してあって7677人が26年度。 で27人に関しては、えー、1万5853人、それぞれ0.03%、0.07%なんですよね、打ち上げる花火は聞こえはいいんですけれども、その数というのは、あのほとんど全体には影響しない、誤差の範囲ぐらいじゃないのかなと思うんですよ、えー、国が責任を持って、少なくともブラック企業化しているのが現在は国だということが言えると思うんですね、えー、この部分に関してしっかりと取り組んでいただきたいと、えー、河野大臣に本当にお願いをしたいところなんですけども、もう時間が来たようなので、残念です、またあのお話を聞いてください。 河野大臣時間が過ぎておりますので簡潔にお願いします、はいはい、あ,あのすいませんいろいろとお気持ちは受けたまってまいりますそれから先ほどあの常勤職員との健康を考慮すべき人数3万人と申し上げましたがどうもその数字もあやふやだったようでございますのできちんと調査をいたしましてその結果はまた報告をさせていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いします、はい 他にご発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の修正について、山本太郎さんから発言を求められておりますので、この際これを許します。山本太郎さん。以上 ありがとうございます、えー、私は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、修正の道義を提出いたします。その内容はお手元に配布されております、案文のとおりです。これよりその趣旨についてご説明いたします。本法律案は平成27年8月の人事院の給与勧告および勤務時間勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、法給月額、勤勉手当等の額の改定を行うこと。 フレックスタイム制の対象を拡大すること等を内容とするものです。私,私どももの会派も 本法律案に対しては基本的に賛成の立場ですしかし本法律案には一般の職員の給与の引き上げに加え国の幹部職員の中核たる指定職職員の給与の引き上げが盛り込まれておりますこのまま本法律案が成立すると本府省局長の年間給与は16万4千円引き上げられ1729万1000円に、えー、事務次官の年間給与に至っては21万円引き上げられ2270万1000円となります特別職の国務大臣の年 年間給与は25万7千円引き上げられ2856万8千円。内閣総理大臣の年間給与は12万5千円引き上げられ3978万6千円となります。私は一昨年四月の本委員会でも申し上げました。国会法第35条の規定により国会議員の歳費給与は 一般職、国家公務員の最高額すなわち事務次官の給与より少なくない額を受けるということになるので国会議員の給与も上がる懸念もあると思います。 私はその時も主張しました、国会議員の歳費も事務次官はじめ、幹部公務員の給与も恒久的に2割削減すべきであると思っておりますが、その件は別途議論させていただきたいと思います。政府はアベノミクスによる経済の好循環により、近年の経済情勢には明るい兆しも見えつつあるとしていますが、本当にそうでしょうか。2016年の年頭になって、日本の世界の経済情勢、政治情勢は一段と厳しくなっているんではないでしょうか。 アベノミクスの恩恵が広く国民の間に行き渡っているとは全く言えない状況ですまた、えー、平成29年4月からは消費税の税率は10%に引き上げられ国民に対してさらに負担を求めようとしています国の財政は赤字が続くとともに借金の残高は累増しています 民間企業であれば業績が悪化した場合、役員である経営陣が報酬を削減することで経営責任を果たすとともに、経営の立て直しを図ることが当然ではないでしょうか。政府は過去に、厳しい財政情事情等を踏まえ、国民世論の動向等も勘案し、指定職職員の給与の引き上げ、韓国についてその実施の先延ばしや、実施そのものを見送ったこともあります。 民間企業の役員に相当する指定職、職員の給与を引き上げることは、国の経済財政運営等に一定の責任を有する指定職、職員、幹部公務員について、その責任の所在を曖昧にするばかりか、所得格差を一層拡大させることとなり、国民の理解を得ることは難しいと思います。ししがいいましてこののような我が国と世界をを取り巻く厳しい現状や過去の経緯等を 指定職職員の給与の引き上げの実施は見送るべきと考えます。そこで修正案では、一般職の職員の給与に関する法律に定める指定職、報給表の報給月額および同報給表の適用を受ける職員にかかる勤勉手当の支給割合の改定は行わないこととしております。以上が修正案の趣旨でございます。何卒委員各位のご賛同、賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました これよりり両案案び修正にについて討論に入りますご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。田村智子さん私は日本共産党を代表して、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に賛成、特別職の給与に関する法律の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 一般職の給与法案については、昨年の給与制度の総合的見直しによって、今回の改定にもかかわらず、賃上げにならない公務員が多数あることなど、問題点はありますが、人事院勧告に基づく引き上げ改定は当然であり、賛成するものです。ままたた本法案でで一般職にに拡大されるフレックスタイム制度の導入にあたってはあくまでも 本人のライフスタイルに基づく申請によるものであり、本人の意思に反して強制されることがないよう、厳格な運用が強く求められるものです。次に特別職の給与法案については、公務員の給与が特別職、幹部職に厚いことから、その引き上げに我が党は従来反対してきたところです。政府は昨年、閣僚懇談会において、総理などの給与、ボーナスの返納の申し合わせを行いましたが、 他方内閣自ら総理大臣も含めた特別職幹部職の報給月額ボーナスの引き上げ案を提出することは合理性一貫性を欠くものであり反対するものですなお山本委員提出の一般職の給与法に対する修正案は幹部職である指定職の給与額を据え置くものであり同様の趣旨から賛成できるものであることを述べておきます最後に質疑でも明らかにしたように公務員の健康を損ねるような長時間労働の根絶を図るとともに公務の専門性を維持し し国民の求める安全安心を確保する行政サービスを拡大するためにも総定委法を廃止し必要な人員を確保することを求めて討論を終わります他にご意見もないようですから討論は終局したものと認めますそれではこれより採決に入りますはじめに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行いますまず 山本修正案に賛成の方の挙手を願います少数と認めますよって山本太郎さん提出の修正案は否決されましたそれでは次に原案全部の採決を行います本案に賛成の方の挙手を願います多数と認めます よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお 両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします本日はこれにて散会いたします。